皆さんこんにちは、林正明です。ですね、今日は、病院に行って、手術からちょうど1ヶ月後なんですが、病院に行って、診察をして、その帰り道です。ちょうど1ヶ月ぐらい前に、お話ししたんですけれども、深部静脈血栓症というものになってしまいまして、10月1日に手術をしました。ちょうど1泊2日だったんですが、手術をして、それで翌日退院をして自宅に帰って、それで、病状の報告をした次第なんですけれども、それから1ヶ月経ってですね、どうなかったかっていうことなんですが、まあ、いろいろといろんな人にですね、心配してもらったり連絡をもらったりしているので、この場を借りてですね、簡単に報告したいと思います。まず、血管の中に血栓ができてですね、血栓というのは血の塊ですから、それが、血流を阻んでしまって、右肩、右腕がですね、こうしびれてむくんで膨れ上がってこう変色してしまったという、まあ、ちょっとびっくりしたんですけれども、それで、慌てて病院に行って検査をした結果、深部静脈血栓症という診断が下されました。それで10月1日に手術をしたのですが、血管の中に1ミリぐらいのカテーテルを通してですね、細長い風船を入れて、それをプーッと膨らませて血管を広げて、血栓の周りが狭められているところを、空間を広げてですね、血管を広げて、それで血流を戻るようにしたということなんです。でちょうど手術中ずっと1時間40分ぐらいでしたが、映像で見てたんですけれども、まあ、そこそ こう血管が広がってですね、止められていた血管が元に戻って動いたのをちょっと見たんですけれども、まあ1ヶ月経って、それがまたどんどん広がらないで、それまで、主要な血管が血流が止められていたことで、周辺の、細い血管に血液が流れていたんですが、そっちの方が発達してて、まだ戻っていないという状況です。で、しびれとかむくみは改善はされましたけれども、全部 100% 回復には至っていないということでした。で、今後は、再度同じ手術をして、もう少し、太く血管を広げるということも十分可能なんだけれども、まあ、100% 回復の保証はないということだったので、しばらく様子を見ることにしています。でその間ですね、まあ、体験記を書こうと思っていろいろ調べてたんですけれども、まあ、お金のことはどうなるのかとかですね、いろいろ心配だったんですが、一応、昔の全論祭、今は国民共済というのがありますけど、それは、手術前、手術、入院、術後の、通院というのは全部出るということが分かりました。それから都民共済というのもあってですね、これは手術に関係するのと入院に関係するのは、出ます。保険金が出ますけれども、その後の通院なんかは出ないということですね。でもこれは月々1000円なので、その割には手厚いなと思います。で、まあ、今、病気とですね、保険のこともですね、ちょっと調べたいなと思っていて、なんか高額の保険に入れなくても、まあ、そこそこいけるなっていうような保険のですね、こう実体験、体験ループみたいなものをですね、ちょっと準備してますので、またそういう形でも心配してくださってる皆さんに報告できると思います。それではまずは、手術後1ヶ月、まあ、50% 成功だと。で、50% はまだまだ、リハビリをして回復しなきゃいけないということです。どうもありがとうございました。それではまた。